皆さんこんにちは。今日のさっちゃんです。今日はですね、すごいいいお天気、雲がね少しありますけどね、大部分青空になってますね。ここ最近本当に雨ばっかりで、結構ねムシムシしてたので、今日は一日爽快に走れたなと思って、早速朝からバイクに乗ってます。はい、今日もですね元気に鈴木ジクサー SF250 走らせていきたいと思います。はい、今日はですね肉まんを買いに行きたいと思います。いきなりですけど、はい、すごい楽しみにしてまして、Google マップでね見つけたんですよ。お店いつもそうやって探すんですけど、こんなところにこんなお店がみたいな感じで見つけて、ちょっとねこの辺に住んでる人とかに聞いたんですけど、みんな知らんって言うんですよ。なのでもう余計楽しみで今向かってるところです。やっぱね休みの日にねバイク乗ってね美味しいもん買いに行くって最高な気分ですよね。なので今日はちょっとね街のあるリュックサックできました。乗せれるように、はい、バイクのね後ろにねつけるのもあるんですけど、あれをつけちゃうと背が低いんでね足が上がらないんですよ。まあそういった理由もあっていつもリュックを担いで買い物に行ってるんですけどね。はい、それを今日はゲットしに行きたいと思います。前々回ぐらいですかね、千里浜海岸の夕日を目指して走ったんですけど、まあ、結局ね間に合わなかったんですね、夕日には。でも途中で諦めて帰ったっていう動画を上げさせてもらったんですけど、あれからねもう何回も夕日の具合を確認してるんですけど、なかなか日ぐらい赤い夕日の日がなくってね。でも夕日って一番秋が綺麗ってなんか調べたら書いてたんですけどね、秋まで待たれへんわと思いながら近々またトライしたいなと思うんですけど、なかなかね今の時期はね余計梅雨やし雲が多くて、綺麗な夕日をね映せないですよね。まあちょっとチャンス見つけて夕日動画撮りたいなと思ってるんですけど、はい、また見ていただければと思います。本当私人混みあんまり好きじゃないというか苦手なんでね、金沢もね結構有名な観光地たくさんあるんですけど全然行ってないですね。まあ兼六園とかね、まあ、行ったことありますけどね、なかなかそこ取るのもねあれですしね、近江町市場とかもね海鮮系美味しいですけどね、まあ、あれもすごい人ですからね、観光客の方もねたくさんいらっしゃってるような感じですしね。はい、そうこう話してるうちに上りが見えて到着です。はい、中華天津研究所という名前のお店です。もう研究所とね店名につけてる時点でねかなり期待できますよね。なかなか研究所とはつけれませんよね。今から買っていきたいと思います。すいません、いいですか、はい、たらこの肉まん4個入りっての一つと、はい、すぐ食べます。あ、ぬるめんで持って帰る、すぐ持って帰る、はい、持って帰ってすぐ、いや、あ、じゃあぬるめの方がいいです。朝々とちょっと蒸れちゃう、家でちょっとチンしちゃう。あ、そんな感じでお願いします。はい、じゃあ B4
大丈夫ですか。とりあえずじゃあそれで、はい、760円。はい、どちらからですか。あ、普通の金沢です。なんか Google で見て、ええ、あのむっちゃ評価良かったからちょっと来てみました。あ、はい、すいません、ありがとう、はい。はい、ゲットできました。今日はね、とりあえず肉まん4個入りってのを760円でした、ゲットしました。なんか他にもね、あのなんかウインナー入ってるやつと、あとあんこが入ってるやつがあったみたいなんですけど、まあ、とりあえず今日は肉まんだけ買いました。はい、そしたらですね、家に持って帰って食べたいと思います。なんか初めて聞かれました。あのすぐ食べますか、持って帰りますかって言われて、いや、なんかいつもあのね、すぐ食べるか持って帰るかって、なんか冷凍か熱々かっていうのが多かったんですけど、ぬるめっていう、あの蒸えちゃうからね、高温やと、なんかそういうのを初めて言われたんで、いや、それもまたまたこだわってはるんやなっていうことでね、期待度が高まりましたね。もうむちゃくちゃ美味しいに決まってるやろって感じで、もう頭の中鳴ってるんで、すごい楽しみです。はい、はい、ピースしてます。喜びのピースです。ゲットできたという。あのですね、最近、まあ、ちょっと余談なんですけど、最近、まあ、嫌なことがあったんですね。だけどそれを吹き飛ばすぐらい嬉しいこともあったんですよ。まあ、全部仕事のことばっかりなんですけどね。まあね、誰かの役に立ってるって嬉しいですよね。なんかそういう風に感じましたね、先日。ですね、本日もですね、こんな私の動画に最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。またよろしければですね、ご視聴いただければと思います。またねー。